どうもサラマッチョです。いつもと雰囲気が違うって気づきました？そうなんですよね、いつものメガネ、いわゆるグラッシーズを忘れてしまいまして、でこのパーソナルジムの中でいいもんないかなって探してたら、なんとグラッシーズが2つ見つかりました。なので今日はこうダブルメガネでねトレーニングしていきます。今日は肩のトレーニング、いわゆる肩のトレーニングをやっていくんですけども、皆さん肩のトレーニング好きですか？私は肩のトレーニング好きです。というかね、好きでトレーニングしてるんで嫌いな部位とかそんなないですよね。今日は肩のトレーニングやっていきましょう。はい、それでは第一種目ですが、ダンベールのショルディープレスいきます。ダンベールのショルディープレスを選択する理由なんですけども、第一に好きだから。以上です。重量は35キロスタートでいきます。軽いって？いやね、それは私も40キロとか持ちたいんですけどね、やっぱね体重が落ちてくるとね35キロまでしか持てないんですよ。それは私も一番体重重たい頃には40キロぐらい持ってましたよ。重たいね。しぇ、ではインターバル3時間ぐらいとってしっかりと肩休めましたんで、もう一度チャレンジします。さっきはいけると油断しすぎてゆっくりやりすぎました。もう勢い任せでいきます。軽いな、軽すぎるわ。35キロダンベルのバーカバーカ、お前なんてもうやってやんないからな。30キロにします。まあまあまあ、こんなもんですよ。ラウンド2、フェイ。うしゅうしゅうしゅう、1セット目と同じ回数できた、俺の勝ち。また2セット目と同じ回数できた、俺の勝ち。はい、皆さん3セット目と同じ7回、この4セット目でもできると思いますか？どうでもいい。はい、皆さんが思ってる以上に私もどうでもいいと思ってます。行きましょう。行こう。
三、四、五、あと一回行こう。六、七、八、九、ショルディープレス終了。では2種目目はスミスマスインを使ったショルディープレスやっていきます。やり方はですね、まあこれもいろいろやり方あるんでしょうが、最近私がやっている方法は、手の幅は肩幅よりちょっと広いか、まあ肩幅ぐらいですね。で肘をこう、なんていうの、こういうイメージですね。あの横に開かずにちょっと前に締めるイメージでやっております。まあ、今はこのやり方っていうだけで、思いっきり肘を開いてバホーンって上げることもありますし、まあいろいろやるんですけども、今日は肩幅ぐらいの手の幅でやっていきます。Yeah.